運ゲーじゃなくない別に。運で勝ったみたいな感じになってるやん。別に運で勝っ、実力じゃないの今の。ちゃんとそのどんなカードが来るのかなってこう考えながらプレイしたから、実力じゃないの今の。運で勝った今の俺。これダイヤモンドブリザード構築かな。ダイヤモンドブリザードもなんか修正後なんか結構多いけども、アクアサーファー入れ替えるか。またアーチマンハルがいる限り私のマウントを取ることはできないからね。じゃあ今の運やと思う人は運って書いて、実力やと思う人は実力って書いて。タージマハル相打ちしたのが下手やった。なんでまずは1枚目シールドトリガー発動。運ゲーやった。なんでホーリースパークはいらないから消えてもらって、守り抜く。いやでもあそこまでなんかそのボル、いやでもアイテムもでもどうなんやろ。ナチュラルトラップはありやんね今の。あ、ホーリースパークじゃなくてナチュラルトラップを置いとくべきやったってこと。まあどちらかというと4000ブロッカーを突破することはできないんだよ。小賢しいな。ちなみにみんなダイヤモンドブリザードって使ってる？まだみんな。おいおいお前おかしいことすんな。ちなみにダイヤモンドブリザードでみんな使ってる？みんな。まあ修正入ってちょっと能力が下方修正されたカードであるんやけども、強くない？普通に序盤強いぞこいつ。いやまだまだ現役やと思うよな俺は。修正入って砕いた。トップ層ブリザード使ってる。マジそれ。でもこれマナカ、いや強いよな。マナ加速でこれ拘束して5マナまた使えるから、0コス5000クリーチャースピードアタッカー出してると同じやからね。何を考えているんだこいつ。いやでも普通に強いと思うな。3コスお前は俺に対する甘えた行動というものが真理をもたらすとでも言うのかね。これ5個すごかなかったのなさすぎやろ相手。なんでだ。この俺を超えてみな。なんで動かないんだあいつ。5個数分あるのもかかわらず落ちた。落ちた。マジ落ちることなんてあんの。ちなみにマスター行ったよって方はいる？アクアガードピンで入ってるね。ここから相手がタスクキルしないと復帰できない。よく見たねブリザード。これずっとこの画面ってこと？ちょっと待って、これずっとこの画面は困るぞさすがに。でもなんか出してきた。しかもマナーはチャージしない。なんだこいつ。マナチャージしないなんて答えが私に通じると思うのか。なんだこいつ。おおいいねフェアリーライフだったらこのカードを生贄に捧げながらスカイソード召喚。天地の構え天地一体。いいね。圧倒的なるブロッカー軍団の中で俺を突破することはできないんだよ。ペトローパー、いやなんか結構のスカイソードとエストールは結構自分気に入ってて、これをなんか主軸に中盤持っていってで7ターン目に、二角とかを使ってでボルバルで決めていくと。でエリクシアとかもそのね、超終盤で使っていく感じやね。無駄なあがきをするな。私に勝てることは。このデッキ弱い。いや、弱くないよ、全然。来た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 、ボルバルザーグ来た。おい、お前、ニコス8000とかいう意味わからんカード使うなよ。おい、ニコス8000とか意味わからんぞ、マジで。お前、ニコス8000ってどういうこと、マジで。水は剣にも鎧にもなるボルバルザークを生贄に捧げて、これどちらにせよ処理することはできないから、もうボルバルザークを引いたりして耐えるしかないと思うよね。だからエストール召喚。真理をもたらすのが朝原将校の教えだった。おい前、なんで多色入るんだよ、なんでだよ。ナジキューラ小賢しいなお前。選択をもたらすんだ。え、スカイ、あ、そっか、スカイソードやった。あ、ごめんな、まだなさい。じゃあ、あれ何やった俺ってか、あれな、頭おかしいな俺。多色は俺が置いたのか。あれ俺何置いた。あれナチュラルトラップ発動。あれだから勘違いしてるかもしれん。まあこれでいいかな。勘違いしてるか俺。あれなんで俺多色を、え、あれなんだ俺、あ、勘違いしてるかもしれん。なんかだからボルバルザークの前では無力だからね。まあ無限にシールドも付与たい。いや結構やっぱ手堅い構築であるな。どんなカードを並べようがボルバルザークを防ぐことはできないからね。スカイソード召喚。天地の構え、天地一体ペン。だから多色来るなお前。うわこれ2面ガードできたのになんで多色来るんだよ毎回よ。グライスメジキューラ2枚出したかったなここは。なんかこのターンが何ターン目がこれ7ターン目かこれ。ニコス1万ってどういうことマジで。だからあ、そっか2万意味ないんか。じゃあやりや、もうカードの効果。あ、そっか1枚しか出ないのか。おお、この辺からブロッカーうまく使っ、いやでもここはまだ言えな、まあ1枚は通すか。ナチュラルトラップ来い。あーもう来ないもんな。だからここは1枚は防ぎたいね。防ごうここは。通さない。塗り替えるべきことは世界の定義からぶっ飛ばさない。これは相手攻撃できない。オッケー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 。そしてボルバルザークを召喚するのが次の2ターン後か。え？まあ焦る必要性はないよね。アクアハルカスを生贄に捧げて、真理の中になさらすのが朝原将校の教え。おお、タージマハル召喚。2ターン持たへん。焦る必要なくない別に俺が。焦る必要性はないよね別に。焦る必要はなくない別に。いや焦る必要性はないやろ別に。だっていやまだ焦る必要大丈夫大丈夫大丈夫。だっていや、まだ大丈夫やろ。だってアタッカー6体。あ、メリッサ。あ、スパークひか、でもナチュラトラップやったら12345枚12345ナチュラトラップでもいいんじゃないの。あ、おーい、やばい、これはまずいぞこれ。あ、やばいやばい。これはまあ1枚通すしかないか。ホーリースパークでも俺はまだ引く自信はあるからね。マナーゾーンにもいっぱい1枚しか使ってないし。来るでしょ。いくでいくで、見てて、いくで。やばい、ホーリースパーク、ホーリースパーク来てくれ、来い来い。あい実力ゲーすぎるやろマジでだからボルバルザークこれ盤面取るべきかこれボルバル行くしかないなとりあえず。ボルバルザーク行って盤面処理、盤面取るぞ。じゃあこうしょってこういって6000処理、こういってこういってこれでリーサルないだろうさすがに。あ、コシシさん250円、ホーリースパークに配された男。今日なんか最後のトップ引きホーリースパーク多いね。いや、これでも大丈夫やろこれで。何、大丈夫やろこれです。ブロックあるのにどうやって負けんのこれなんで盤面取ってんのこの人って。だって盤面取らないと負けちゃうやん盤面。いやだってメジキューラいる限り突破できなくない、これ相手。盤面取るならボルバル出さへん。だってでも焦る必要性はなくない。ここはしっかりブロックする。きた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 、エリクシア。ホーリースパークはいらないな。いやいや、エリクシアじゃあ行くか。参ります。これでシール、いやこれでまだ大丈夫で、これでいいよ。ああ、これでスパーク使えるのか。やばい、これダイヤモンドブリ。ああやばい、これはやばい、まずい、これは妖精たちも集まりなさい。やばい、これ負ける。やばい、いい、あーやばいやばい、これはやばい、これはやばい、これはやばい。やばいぞこれ11マナー。これやばくね。スパークでしょれるから大丈夫かこれ。まだわかんない。いえ待て。ボルバルスコア。スパークある。まあスパークスカイソードかな。じゃあ 5+6 は11やもんね。天地の玉へ、天地一体、天地の玉へ、天地一体。運ゲーじゃないやろ別に。ああエリクシアが運ゲーじゃないやん別に。運が爆発してるって運ゲーじゃなくない別に。こういく運ゲーじゃないよ別に。運ゲーじゃないよ別に。こういって15000でアルカディアスを処理だ。アルカディアス死んだ。ま、これ負けることあるこれ。あ、でもこれワンチャン。あいもう許さねえからなお前。今までの仕返しをたっぷりとさせてもらうぜ。あれかですボルバルズ。もう許さねえからなお前。今までの仕返しを。これ運ゲーじゃないぞ別に。運ゲーじゃないぞ別に。いや運ゲーじゃないやろ別に。いや別に運ゲーではないよ別に。いや運ゲーじゃなくない別に。ノーえおおああああやばいあああああやばいこれはやばい。あ戻んのかこれ。どんなカードを展開しようが俺の前では無力なんだよ。もう1枚スパークなんて来ることないからね。そんなことは絶対ありえないから俺の勝ちは確定したんだ。いや運ゲーじゃないやろ別に。